パイナップルチャンクのハワイアンピザハイアンピザのスライスハワイアンピザあるいはパイナップルピザはトマトソース、チーズ、パイナップル、ハムを材料とするピザである。ギリシャ系カナダ人のサム・パナッポラスが1962年にカナダのオンタリオ州チャタム・ケントにあるレストランで作ったのが最初とされる。パナッポラスは甘くて風味が良いという中華料理から着想を得て 当初はあまり人気がなかったパイナップル、ハム、ベーコンなどの材料を用いて新たなピザを試作した。トマトソースとチーズという従来からある組み合わせにパイナップルを加えた新しいピザはすぐに地元で人気を得てやがて世界中のピッツェリアで主要なメニューとなった。ハワイアンピザのハワイアンという名前はその時使用した缶詰のパイナップルのブランドにちなむ。2017年2月 アイスランド大統領グズニ・ヨハン・ネーソンは質疑応答の中で高校生のグループにハワイアンピザのパイナップルに反対を表明した。この発言はすぐにメディアに取り上げられ SNS で話題を呼び起こしカナダの首相ジャスティン・トルドーなど多くの有名人もハワイアンピザに対する好みを共有した。グズニは後にピザの特定のトッピングを禁止する権限はなく その国のリーダーが好きではないものを禁止できる国に住みたいとは思わないことを明らかにした。2014年、ダイム氏は史上最も影響力のある13のピザの一つにハワイアンピザを選んだ。1999年に行われた調査によるとハワイアンピザはオーストラリアで最も人気のあるピザでピザの売り上げの15%を占めていた。ジャストイートを通じて運営されている英国の テイクアウト店舗によると2015年の調査ではハワイアンピザが最も一般的に入手可能であることが判明したアメリカの成人を対象とした2016年のハリス・ポール調査ではアンチョビピザやキノコピザを抑え好きなピザのトップ3にハワイアンピザが含まれていた2019ヨガブオムニバスの調査によるとピザを食べるアメリカ人の12%は ハワイアンピザがお気に入りのピザのトップ3の一つであるといい24%が最も好きでないトッピングの一つであると回答し好みが分かれる結果となった調査ではアンチョビとナスの2つのみがピザのトッピングとして広く嫌われていたありがとうございます